ドラゴンボール Z ドカンバトル。さあ、DB やろうぜな。始まったな。今回は、うん、天界柔道会が終わったな。やってたな、この間な。第12回天界柔道会、うん、貴様のようなものでも参加したのか。いや、当たり前だろ、まあ、貴様のようなっていうか誰でも参加できるからな。ちょっと順位見してみる。順位いいぞ。まずこれだな。どこだ。たったの5961位か。まあそうだな、5万以内ちょっと入れなかったっていうな。なるほど。うん、じゃあ俺の順位を見せてやろうじゃないか。次貴様だな。では、うん、このベジータ様の順位は。あ、貴様ない、うん、今回はな、うん、意外とやったな。たったの18491位だ。やっぱ結構やってるな。結構やったと言っとくけど、ちょっと待って、優勝何回してるこれ。41回だ。41回。俺の約倍じゃないか。ビルスクラスだ。俺21回だからな。結構やったんだ今回も。うん、なぜか、うん、相当やってるぞこれ。なぜか、うん、決して、うん、あんな商品のわけのわからんクーラーが欲しいわけじゃないんだ俺は。まあ40回じゃまあちょっと足んないけど。なぜ俺が天界城が頑張ったか。おう、もう1万5000絶対もうから壁がすごいから。なるほど。1万5000以上は、うん、もうずっとやってる。そう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 、あの80回ぐらいは優勝しないといけないから。下手したら家族とかにやらせてるやつ。ああ、もう常に。え、だってこれ普通に仕事とか入ったらもうこんなにな。そうだ、優勝できないからな。地上げとかかな。なあ、すぐ入るんだ俺たちも。だからもうそうだな。で、石も結構使った。10何個使ったぞ。いや、そうだな、使わないともうスタミナが足りないから。おかげで、うん、ガシャができん。え、ただ、うん、今回商品の SSR 確定ガシャ、うん、あるだろ。あるな。だからあれの一発勝負だ。なるほど。ああ、そして俺が天界中道館を頑張った理由。おお、なんだ。覚醒メダルのブルマが欲しいから。え、ブルマもらえるの？俺のブルマ、あのあれだ、紫カプセルのところ止まったら、あの、て、ああ、あれか、ブルマだ。なるほど。そう、ウミガメばっか出やがるんだ。ウミガメは十分にあるんだ俺は。いや、意外ブルマが欲しいんだ俺は。いや、そうそう、俺もちょっと足んない。ああ、う、圧倒的に30何個足りなかった。あ、そうか、まだ足りない。おう、まあ、それは後で喋るとして。なるほど。とりあえず、うん、SSR 確定ガシャでラディッツと対決を。やってやるぞ。まずは俺のターンだ。1回だけ引けるからな。1回な。ああ、うん、この天界柔道会上位者、うん、報酬 SSR 確定チケットガシャがギリギリ、この銀のエンジェルが。もう銀のエンジェルなんだ。銀のエンジェルが6枚たまったからな。まあやっぱりなんだ、欲しいのは。前貴様はなんかゴテンクス あのスーパーサイエンジンが出てたな。ゴッドゴクは持ってるな、うん、あーバーダックな、うん、あ、通常ゴテンクス、うん、でベジット、ベジットは不遇だな、うん、ゴジータがあんななんの。まあそうだな。あー、この辺欲しいな。いやー、もういらんいらんや。ただもうこうしてみると俺割と持ってる気するな、この辺のやつ。まあ言っても1年以上やってるから、ね、よし、じゃあまず行くぞ、うん、まずは俺のターンだ。さあ来やがれ、せめて持ってないやつ来やがれ。まあせめてな、うん、うん、はぁ、貴様が打ってる感じになってるけど、うん、さあ、さあ何来る？何が来やがる？何が来やがる？お、面白いと、おお、おお、来た！ゴッドカカロットだ。一番メインのやつじゃないかこれな。もうあのスカウターで見たらトップに出るくらいだな、うん。そうだな。まあこれはだ、俺は必殺のレベルを上げるということで。なるほど。これはもう俺の勝ちが決まってるもんだな。いや、まだ分からんぞ。じゃあ次はラディッツの番だ。俺だ。さあというわけで次はこの俺の番だ。まあ、貴様のガシャウンのなさはランクだけは俺より高いんだな。まあそうだな。石も常に50以上なんか持ってやがるな。一応なんか一応この動画用だぞ一応俺ためといて。俺はコンティニューとかしまくってから、あのコンティニューとかスタミナ回復しまくってから。なるほどな。さあ行け。よし行くぞ。さあガシャってやるぞ。お前は5点でも出してる。5点は嬉しいけどな。はあ、セントルが上がってる。おら、17号。え、17号でもいい、持ってなかったらブラッディ男子みたいなやつ。さあ来やがれ。何が、何が出る。んん、おお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 お
俺が貴様データっていうのを。俺持ってないんだ、だから。おう。ゴッド以上の俺を。あの、貴様自分のやつ持ってないからな。2までしか持ってないから。おう。マキシマムフラッシャーの力。古い。腐ったね。俺、なぜか、いっぱいベジータが出るっていうのは。もういい。今回、貴様の勝ちでいいだろう。俺の勝利だ。よし、まあ、ガシャ対決は、うん、貴様の勝ちでいいだろ。俺の勝ちだろ。だ、さっきも言ったが、うん、天下一武道会で、うん、俺はひたすらブルマの覚醒メダルを、うん、集めてたんだ。おお、なぜだか分かるか。なぜだ。なんか次のイベント、このお知らせ、ちょっと今回画質が悪いから、まあうん、自分のを見ながら、うん、UR 以上の、うん、LR レジェンドレアとか。レジェンド、ウルトラレアの上がレジェンドレア。そうだ、もうまあ多分カカロットなんだけどな、どうせ。まあまあそうだな。レベル150と、うん、とんでもないやつが出てくると、うん、これお知らせあるんだが、これが超強襲イベントで、うん、強襲キャラクターを落ちる仲間に、うん、あいつを独感覚醒したキャラクターのみ戦う資格がある。最近なんか強襲でなんかそれをあの覚醒させるっていうイベントがあるけど、コルドにメカフリーダに、うん、俺の親父に、うん、パイクーハン、うん、ジャッキー・ジュン、もうサブキャラばっかり。まあそうだな。を独感覚醒したキャラクターのみ戦えると、うん、だからこれを独感覚醒させるために、うん、ブルマの覚醒メダルが大量にいるんだ。確かにな。しかもこれ見てみろ、今回は地属性のキャラクターが大活躍、うん、超強襲で地属性といえば、うん、俺の親父、うん、ベジータ王と、16号防御で大活躍、うん、こいつらなんだから俺はもう正直で、しかもこの独感覚醒超強襲キャラ、うん、必殺当たれるからレベル15までいくの。いくな、うん、それを俺はもう結構やったんだ。もうやったか。ジャッキー・チュン、うん、そしてこの即ベジータ。え、ちょっともう15まで上げたの。上げたんだ。まあ、すごいな。当たり前だ、覚醒メダル14まで集めた。ジャッキー・チュン、うん、ベジータ、うん、誰だ、メカ・フリーザ、うん、この辺りやったんだ、レベル15まで。ただ地属性でやってないんだ。なるほど。で、しかも独感覚醒させてないと、うん、1回 Z 覚醒させた状態、うん、だと必殺のレベルが 50% しか上がらない。ああ、そうだな。賭けで、うん、独感覚醒までしたレベル5のタオパイパイと、うん、独感覚醒させたレベル10のタオパイパイ、うん、賭けで修行させたら、うん、なんとレベル10に上がった。おお、うん、これを踏まえて今回もちょっと実験をしてやろうと思って。実験するのか。そうだ。で今回、まあ、地属性だけ出してるわ、うん、で超強襲といえばこの、うん、俺の親父だ、ベジータを。ベジータこれいつのやつだろうな、これな。これはなんか従えてる時だな。おな、まあ、フリーダに左アッパー一撃で殺されたんだよ。一撃でな。ああ、でこれが今現在普通にやったら必殺レベルが10なんだ。まあそうだな。だから15まで上げたいということで、うん、非常に頑張ったこと。頑張ったこと、うん、ということで、うん、お父さん。見つかりましたよ。いや、見つかりない、見つかりすぎだろ、これ。違う、レベル5を合成すれば、うん、要はレベル15になる。なるな。 50% だろ。っていうことは、必殺レベル5が2体あれば、合わせて 100%。 まあ、1上がるわけだ。まあ、確実にいけるであろうということで、まずはこいつらを合成させて、お Z 覚醒したやつを2体作る、うん、ちょっと作業するから待ってやる。さあ、というわけで、うん。いや、まあまあそうだけど、いろいろ作業やってたけどな。クソみたいな作業が終わり、お見事、うん、俺の親父が必殺レベル5、 SSR でレベル5と、うんうん、独感覚醒はさせてない状態と。そうだ、 Z 覚醒したやつが認識、うんうん、おっ、この元の必殺レベル10のベジータ王に食わせると、うん、いけるんじゃないかと。なるほど。おで、これ 50% だから、うん、2人でレベルが10だからその半分になれば成功と。そうだ、 50% が2回だから、うん、いけるだろ、こんなもん。どう考えても、これでな、これを外したらもう俺の1日ぐらいが結構かかると。出ないからな、確定ドロップじゃないかな、これ。でこれでレベル1しか上がんなかったらもう失敗と。いや、てかレベルは絶対上がるんだ。上がるんだ。上がるけど、だからその要はこれレベル10なわけだろ。そうだ。で、レベル5上がれば成功で、で、1も上がらない可能性がある。で、50、50だから1は上がるんじゃないのか。でも分からん。なるほど。最悪の可能性はある。あるな。というわけで、さあ行け、親父、修行だ。
でもこれある種裏技みたいなとこあるから、まあそうだな、うん、一応見るか、うん、ベジータを対決したセントルの5000ぐらい同士の対決おっ、いやまあ大好きレベルなんで、おっなったなったな、なるな、ということで、おこういう作戦もあると、あなるほど、あでもこれだとわざわざメダル集めメダルは集めなくていい、ただすっごい裏技だな、バカみてえにあの、うん、ステージ1のデッドハード行かないといけないけど、だけど最近なんか確率高いだろ、そのあのもらえる、そうでもないぞ、あそうか、5回って2回ぐらいだったぞ、あそうか、だけどこうやって俺はレジェンドレアのカカロットだかなんだかの教習に備えてるんだ、あすごいなこれ、以上だ、じゃあな。